はい、はい、はい、はい。どうもー、こんにちはー、ピヌでーす。今日はですね、実は少し疲れているんで、釣りをしたいと思います。アイスレイクというね、これ1年前か2年ぐらい前に発売された釣りのゲームなんですけども、凍ったね、湖の上でワカサギ釣りみたいな感じで お魚を釣るゲームなんですけども、まあ、今の時期にぴったりだなということで、久しぶりにプレイしたいと思います。ということで、スタート。で、マップはいっぱいあるんですけども、まあ、フォレストレイクで、大会は総重量で決める大会にしましょう。で、マップはまあ、夜ハード。夕方かな、冬で15分でね、行きましょう。スタートします。ということで、レッツフィッシングスタート。まずは湖に向かって走ります。参加者の皆さんが、ヤッホーヤッホー、あーヤッホー。もうここ湖の上に来ましたね。凍ってますね。この辺のね、流れ込みがいいんじゃないですか？多分。穴掘っていきましょう。いや、実はね、一回どんな感じのゲームだったかってに、さっきちょっとだけプレイしたんですけど、あんまり釣れませんでした。今回釣れるかね。釣れるといいな。14分しかないよ。まあ、当たりがあるとね、この辺りがピクピク動きます。で、結構ね、魚は周回するらしいので、一回釣れ出すと、どんどんかかるかなと思いますね。当たりがないね。移動しよう。みんないないな、この辺に。釣れますか？いいですか？一緒にやって。よっ。釣るためのコツはロッドを振ることです。反応がないな。もうちょっとね、気長に待ちますか。もう来た。よしよし、乗った乗った。よっ。パーチ。112g。雑に捨てる。このゲーム面白いのがですね、こう魚をクリックすると跳ねるんですよ。こうやって。で、放っておくと凍ってくるんで、氷をかき出したりしていきます。風が強いな、今日は。
大きい。おー、パイクだ。パイクが釣れましたよ。ちょっと面白いですよね。魚をこう放るときね。寒い。ああ、寒い。あ、来た！ヒットで、ああ。今、せっかく来たのに、氷を取ってたら、操作できなかった。タイミングが悪いな。寒い。起きた。おお、ブラウントラウト。321g。結構ここ釣れますね。もうちょっと粘りましょう。来なくなったかな。場所移動しますか。場所移動しましょうね。そうだな、もういないもんな、周りの人。結構穴すごい開いてるわ。こっち側行ってみましょうか。でもボッコボコ穴開いてますけどね。この辺りに開けてみましょう。これ水温かな？マップ。ここじゃ来ないのかな？寒そうだよ。ちょっと鈍いですね。はぁ、あ。なんか今日疲れちゃったんで、あれだな、焚き火を眺めるだけのゲームとかやりたい。なんかただぼーっと見てるだけで20コンボとか行く焚き火のゲームとかしたい。あと時間がね、6分しかないので、どうしよっかな。
この場所で粘ってもいいしな。場所移動し、あ、来た。フィッシュ。ホワイトフィッシュ 110g。 粘りますか、少しね。取り除きましたよ。取り除きましたけどね。お、カラスが鳴いてんな。起きた。フィッシュ。パーチ。結構馴染みのない魚ですよね。これ淡水魚なのかな。パーチもホワイトフィッシュ。今ですね、こうヘッドセットマイク、ヘッドホンとマイクがついているもので撮影しているんですけども、ごめんなさい、録音しているんですけども、音が寒いですね。心細くなっちゃいますけどね。どうしようかな。ちょっと最後に移動しよう。この人ね、こっち側の人が、結構ずっと粘ってますよね、この人は、この辺り。釣れますか？一緒にいいですか？この辺で。寒い。まあ、ルアーをね、変えてもいいかなって気もするんですけどね。これ多分大会で優勝したりするとお金が増えて、ウェアとか、ノットとか。お、来た。変えると思うんですよね。いいやつ。これ大きいな、多分。よっ。おー、ホワイトフィッシュ。上出来ですね、350g。その捨て方よ。お、あ、立った。あと3分だ。パーチ。パーチは多分雑魚なんでしょうね。あと2分。あと1匹ずつ。あと2匹欲しいな。1分に1匹ずつ。ああ、遅かった。このね、タイミングだよね。これ0分0秒になるまでスタート地点に戻らないといけません。そうだな、1分切ったらやめましょう。遅いか。早かったかな。最後最後。これ、スタート地点にちゃんと戻れないと失格になりますからね。
風強いな、しかし。ああ、ちょっと当たりこないな。30秒まで。ダメですね。戻りましょう。じゃあ先戻りますね。あ、意外と近かったな。まあ、皆さん戻ってますね。どうでした？詰めました？5、4、3、2、1、0。さて、結果はいかに？4位でしたね。1位の人がもうぶっちぎりで釣れてる。6キロ、僕 1.6 キロですよ。7匹釣りましたけど、はい、ということで今回はアイスレイクをプレイしていきました。釣りのゲームですね。いやー、こう疲れた時ね、するにはすごくいいゲームかなと思います。ちょっとね、無の気持ちになりますよね。それがいいよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよならー。